北海道茅部軍の一茅部軍は、北海道都道総合振興局の軍、人口18,395人、面積4 7 9 4 2トル、人口密度38.4人平方メートル、以下の2兆を含む、1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、上記2兆のほか、以下の区域にあたる。 江戸時代の茅部郡域には、正崎藩によって小安場所、問い場所、尻がない場所、お札部場所、茅部場所、野田追い場所以上、函館六が場所が開かれ、陸上交通は、茅部峠を経て、亀田郡の函館から、道東や自島国方面に至る道が通じていた。完成十二年には、軍域最北端の野田追いまでは陣地となっていた。当初摩崎藩領となっていたが、 江戸時代後期の文化4年、茅部軍域を含む、都東国域が天領とされた。文政4年一旦、正木藩領に服したが、安政2年、茅部軍域は再び天領とされ、南部藩が砂原に陣屋を築き警護を行った。安政3年には、茅部峠よりも、距離の短い藤山群川間の群川振動が、改作されている。このほか、 安政年間には森に一名字が混流されている。函館戦争の際、わしの木に旧幕府軍約3000名が上陸した。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、茅部軍が置かれた。茅部軍成立当時、現在の函館市東部と現在の二見軍、八雲町南西部も含まれた。 北海道1.29町村静止工事の茅部郡の町村。ありがとうございます。